皆さんこんにちは。1970年代にアイドルとして活躍していた吉澤恭子さん。最近はテレビであまり見かけなくなってしまいました。2022年現在はどのような活動をされているのでしょうか。今回は吉澤恭子さんのこれまでの経歴と現在の様子について迫っていきたいと思います。吉澤恭子さんは1954年3月2日生まれ、東京都板橋区の出身です。ドラマ「柔道一直線」ではヒロインのミキッペ役で人気を博しました。その後数々のドラマや映画 CM に出演し、歌手としても活動していました。その人気はブロマイド俳優部門で売上1位を獲得するほどだったといいます。当時アイドルグループが存在すればセンターのポジションは間違いなしというくらいの可愛さでした。2022年には68歳という年齢になります。ドラマへ最後に出演したのは2009年1月に放送された新春ワイド時代劇ねね女対抗期のようです。現在は個人事務所を立ち上げ、今も舞台や音楽活動を続けています。2009年に俳優の西崎みどりさんと歌手の桑江智子さんとの3人で結成された三花繚乱として今もコンサートを開催しているそうです。2017年には芸能活動50周年を記念してアルバム「アライブ」を発売しました。2019年には舞台「夫婦漫才」に出演するなど、昔ほどではありませんが俳優や歌手として継続的に活動しています。また着物好きな吉澤恭子さんは色彩検定2級と着物検定の資格を取り、京友禅のプロデュースも行っているそうです。さらに沖縄の琉球紅型事業協同組合の着物親善大使、同榛原町の琉球がすり榛原香織親善大使に就任しています。このように好きな仕事を続け挑戦を続けているので、いつまでも若々しいのかもしれません。吉澤恭子さんは1983年の29歳の時に結婚しました。お相手はコマスタジアムの社長のご子息です。当時玉の輿コント話題になりました。夫は東宝の社員として働いていたそうです。そして1985年に長男を出産しますが、その4年後に離婚してしまいます。離婚の理由は公表していませんが、吉澤恭子さんが家庭に収まることができなかったのではと言われています。また夫が根っからのボンボン気質だったため生活感が合わなかったとも噂されました。その後再婚することもなく、一人で息子さんを育てたようです。離婚した時息子さんは4歳でしたので、物心ついた頃で寂しい思いをしたかもしれません。その後の息子さんについては、大学を卒業して音楽プロデューサーを目指していたという情報がありましたが、残念ながら現在の様子は分かりません。吉澤恭子さんの息子さんですから、きっとイケメンに育ったのではないかと思われます。18代目中村勘三郎さんは子役時代から46年間中村勘九郎として活躍していました。その中村勘九郎を名乗っていた1971年に映画「幻の殺意」で吉澤恭子さんと共演しています。そこで吉澤恭子さんが中村勘九郎さんに恋をしたそうです。その後2人は6年間交際していたと言われています。中村勘三郎さんからペアの T シャツをもらって、そのペアの T シャツを2人で着て銀座の歩行者天国で手をつないで歩いていたそうです。しかし出会ったのが早すぎたのか、結婚には至りませんでした。一説によれば吉澤恭子さんは当時モテモテだった中村勘九郎さんには、自分よりもっといい相手がいるのではと考え別れを決意したと言われています。ご存知の通り、その後中村勘九郎さんはたくさんの女性たちと浮世を謳歌しています。浮気癖が多々あったようで、たくさんの女優さんたちとの噂が後を絶ちませんでした。それだけ中村勘九郎さん自身がとても魅力のある方というのがわかります。中村勘九郎さんは1980年に7代目中村芝翫さんの娘である芳恵さんと結婚しました。その後芳恵さんは中村勘三郎さんが2012年に亡くなるまで連れ添いました。さて吉澤恭子さんと中村勘三郎、当時中村勘九郎さんとの交際についてもう少し詳しく見ていきましょう。吉澤恭子さんはデビュー当時
正統派の美人ながら少しふっくらした体型で、セーラー服姿の愛くるしい笑顔が昭和の青少年たちの圧倒的支持を集めました。前述の通り、そんな少年たち憧れの聖女の吉沢京子さんが、亡くなった18代目中村勘三郎さんとデビュー間もなくから6年間も付き合っていたことは周知の事実です。2人は古き良き青春映画のような交際を続けます。親しく話すようになったある日、中村勘三郎さんから僕と付き合ってくださいと交際を申し込まれ、吉沢京子さんもはいとうなずいたといいます。会う場所はお互いの自宅で、中村勘三郎さんの小日向の家にはよく行ったそうです。ファーストキスは吉沢京子さんが18歳の時で、2人で神宮外苑の銀杏並木を散歩していたところ、中村勘三郎さんからキスの許可を求められたといいます。吉沢さん、明日してもいいですか？約束通り翌日、中村勘三郎さんが吉沢京子さんのおでこに口づけをしたそうです。中村勘三郎さんから一緒になろうねとプロポーズめいた言葉をもらったこともあるそうです。吉沢京子さんもそのつもりで、中村勘三郎さんの両親、吉沢京子さんの親も公認の仲だったことから、俗に言う言い名付けのようなものだったのかもしれませんと後に話しています。中村勘三郎さんに女性の影がなかったといえば嘘になると言います。芸者さんや舞妓さん、女優さんなどの存在が見え隠れしていました。それでも彼が芸を磨くためなら少々のことは仕方がないと自分に言い聞かせていましたと吉沢京子さんは語ります。しかしとうとう不安は現実になりました。吉沢京子さんがいつものように中村家に行くと、中村勘三郎さんと一緒に美しい女性が待っていたそうです。先輩女優の太地喜和子さんでした。なぜ太地さんがここにと不思議に思ったそうですが、太地喜和子さんは吉沢京子さんを見るや、ただ頭を下げながらこう言ったそうです。彼のことが本気で好きになっちゃったの。だから申し訳ないけれど別れてもらえないでしょうか。太地喜和子さんの言葉は中村勘三郎さんの意思でもあることは分かったそうで、涙があふれて止まらなかったといいます。すると中村勘三郎さんは、吉沢さんごめん、2年間待ってくれないかと言ったそうです。2年後には太地喜和子さんと別れて、また交際を始めようという意味だったのだと振り返ります。でも吉沢京子さんは2年もまたないわよと答え、別れを決心したそうです。その後、中村勘三郎さんは太地喜和子さんと2年後に別れ、七代目中村芝翫さんの次女芳恵さんと結婚しました。その後、吉沢京子さんも映画会社の社員と結婚しました。その後の経緯は前述の通りです。吉沢京子さんの離婚から間もない頃、中村勘三郎さんと会う機会があったそうです。すると中村勘三郎さんは無言のまま吉沢京子さんの長男を引き寄せ、ぎゅっと力強く抱きしめました。中村勘三郎さんの目には光るものがあったそうです。それを見た瞬間、吉沢京子さんの中村勘三郎さんへのわだかまりはすっかり氷解したそうです。捨てた女に彼のことを一生忘れることはありませんと言ってもらえる中村勘三郎さんは幸せな男だと言えるのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。